リサちゃん、まあ我々なんかカードゲームをやると言ったら大体トランプかUNO。うん、だから俺もう飽きたなって。まあそうだ、ね、トランプとUNOやる時期飽きたなっていうのが来てて、実は本当すごいやってればいろんな遊び方あるらしいんだけど、まあ、今回はその中でもベーシックな、はい、なんか恋恋、はいはい、いや、本当に恋恋って呼ぶのか知らないんだけど、月見で一杯とかあるやつ、それを今回やっていこうかな。僕らは本当に超初心者で、ルールも分かんないんで、はい、まあ一旦ルールを覚え、でトーナメントですね。おー、がっつり。だから今日はだから決勝戦だけ動画になります。あ、そうなんだ。なるほどね。予選なんて映してらんないんで、正直。それでは、やっていきま、それでは、やっていきましょう。はい、本来は12戦して得点高い方なんですけど、はい、12戦もやってらんないんで、3戦で。はい、はい、ああ、なるほど。3戦あったんじゃない。3戦得点高い。はいはいはい、それでいきましょう。さあ、これやばいな。いただいたぜ。あ、もみじいただきます。あ、すごい。もういっぱい狙いができると。いっぱい狙いできます。なるほどなるほど。これいっぱい狙いです。坊主でいっぱい。坊主でいっぱい。いける？はい、任天堂でいっぱい。任天堂でいっぱい。こいこい。ちょうどいい。だからまだいけるもん。あ、そう、余裕があるの。まだ余裕あるから。でもカス行かれちゃったら。うわ、勝負。いや、こいこいしろ、こいこいしろ。勝負。パスで、パスで1点で10点、10点で倍で20点、10点。ありがとうございます。これはこれはパス野郎だね。パス野郎です。パス野郎です。多分本当ブーイングあったと思う。しょうがよ。絶対こいこした方がいいの。確かにそれはそうだよな。あ、おい、花見、花見、花見を取りました。しなければならない。おおお、ラッキーです。で、我ね、ここをくらおお、いいですね。任天堂で、任天堂、任天堂でいっぱい。はい、あ、梅だ。あ、カス溜まっちゃった。やばい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11だ。カスです。うわー、恋恋しますか。今出てます。恋恋しますか。はい、恋恋。すごい。恋だ、恋恋だ。今16。じゃあ、まあ、すごい恋恋してる。すごい恋恋してる。15ということは6点。6点か。来い来い。落ちた。ここで鹿を引かなきゃいい話だよ。タンは出したくない。こっちにしよう。タンタン残りは残り3月。鹿が出るか。いい話。いやー、鹿が出るか。いい話。いやー、イノシカチョウだ。来た。うわ、イノシカチョウね。来い来いしますか。ジエンドで勝負だ。決勝戦、はい、一番知らなかったから、一番知らない人でもここまで来れるっていうことです。面白かったな。はいはい、せーの。これが7月ってことだけ知ってる。7月と9月になる。お、じゃあ親、親ですね。あ、違う、もみ10月か。はい、親ね。いや、親いいな。いや、親は有利ですよね。そうだね。松多いっすね。いや、松多いってことはこっち松来てたら、ちょ、松いけるってことですからね。おーっと、なるほどね。これ坊主を持って坊主あったらもう行くもんね。坊主いっぱいだね。坊主いっぱい、坊主いっぱい。先行私はやから。はい、坊主を持って。はい、そりゃそう。あったらこれ取らない理由ないですからね。お、無事に出してきました。じゃあ僕は松で。おー、5コークラム。お、カスかな。はいはいはい、カス補充今ちょっと行かせてもらいますね。おーっと、もう参考リーチ。参考リーチなんですね。参考が手っ取り早い。一個強いよね、このゲーム。分かりやすいし、悩みどこだなこれ。いや、これいっとこう。お、ない。超で月見でいっぱい。早くも成長させた。まあこれはまあ恋恋しますか。恋恋やね。ちょっとまだ、うん、ちょっと時間はかかりそうだなっていうことで、月見3点で、はい、はい、なるほど。うわっ、でも赤単リーチか。12月の花見の布石。
なるほど。あったね。花見で一杯、月見で一杯、参考外。花見で一杯、月見で一杯出せたら、花見行かれちゃったらね。次、桜のご講座行かれたら、一度にその2個行けるってことだ。おお、そしたー。花見そし。まずいな、これは。しょうがないね。含めね。おお、金取って、カス取って。そこが、いいですね。あ、これかな。はい、はい、はい。お、カスタム。おお。あ、雨の。あ、これか。お、そうだ、そうだ。そうか、そうか。タンのリーチ。タンのリーチ。タンリーチ貴重。カスが8枚か。おお、カス。いや、まずい、でもカスいかれるな、これ。カスが2枚、ここで取られると。だから私も、手札、ないよ。これしかない。でも、お、パス。で、ターンが正解。ターンが一点ですよね。一点。月見で一点。ターンが一点、月見が三点。今四点。四点です。まだ四点。四点っすよ。倍なんない。来い来い。おお。来い来い来い。いや、この後で考えないと。僕には何もできない。お。じゃあ俺か。はい。お。ここで引ければこれなんだっけ参考いやあぶですちょっと似てるからビビるじゃあ俺4点かな4点で倍なしの4点倍なしの4点あ全然いい硬いっすねあぶねまあでも初戦取ったらでかいねどうなるんだあこれキモいな2戦目ここが結構キモだこれは大変かもなおイノシシおお桜動かないかひりついてるね取りてえ見物です、ね、見物ですこれパスパスパス存在しないおおー確実に狙う変弾お雨だ雨がない雨がないないすげえバラつきすげえバラつきしんどいな普通にこれ場が強いなおおじゃあ桜あーここで桜ゲットよナイス動きましたねこれはでかいこれは動いたねおまっすぐないまっすぐがないまっすぐがないまっすぐが出たまっすぐこれはまずいこれで参考率ですよねでここ桜好きが出た雨だいぶ来るのセオリーこれ雨だうおあー揃ってしまったなるほどねね、いやないね、そんなちょっといらないですねこれ、雨来られたら悪評あっ雨でしょあ雨あ、これおお参考です恋恋しますかいや、これは全然恋恋案件でしょ恋恋案件恋恋いや、だってね、タンもカスも狙えるわけです確かにまだまだそうです役リーチが役リーチたくさんあるんで、恋恋で今、参考で6点でかいやんおおおあ俺はもう杯しか選択肢ないんだいや、はいおおわかんねえカスを回収するいや、10 1点ですがカスですこい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 ですこうで出た12月12月狙いの4校狙いだ4校狙いでおあ、違うここで、さらに僕出せるわけです。だから、カスで、カス、カス勝負勝負いや、ここちょっと、雨。11、12、7。いや、そんな出てない。あ、12月は結構出たか。いきます。無理だね。これでカス引きゃ俺の勝ちだ。最悪。ここね。ガチでいる。惜しい。じゃあ7点ですか。14、14点ですね。18。全然まだ射程圏内。まあまあまあ。これは逃げ切りたい。即勝負案件かもしれない。何これやってる。三つ楽しい。楽しい。いや、うわこれは波乱ですね。波乱ですねこの勝負。何から取っていくのか。坊主もいるし、最終戦にふさわしいんだよね。よし。おお。そっちね、しょっぱな。そっちね。五本のうちの一つで。で。これ単純な引きだもん。そう。引きで見せていくしかない、俺は。いっぱい。お、うわ、一個あるよ。これは強い。これは強い。いっぱい逃げあんだよ。花火があると、しないやん。ここで、花、桜が来たら。おぶねえ。おぶねえ。おもれーぞ、この戦い。くらー。
超ここでボーンズボーンズアンコリーチおーっとあー思ったそうなんですよ、お前これしますマジそういいんすかいや、いいすこんなんだよ、ありがとうございますよ、自分しゃばくてえ、全然いいんすよいやいやいや、恋恋でしょこれは勝ちたいですね参考いけば同点ですいやー、同点だって恋恋しかないじゃないですか、もし参考いったらこれ怖いね、モミジとかな怖いよな、そう、ああ、なるほど、雨の引き見せるしかないな、マツもいける、マツもいける、アマツもいける、ツルだ、そうだね、ツルー、ワン、マツ消せるけど、でもまだマツ消せるだけでかいでかい、壊れるよりも、すごいでかい、おっと、参考リーチ、お互いに、これは、じゃあマツの取り合いだ、マツ、うわ、マツも。がどうだったこれまず出ない可能性あるね下の方にいてもらうとかおおあれカス多いないやカスではいけないっすからねあのさこれおっ出たついに来てしまった例のやつが来たわ待っているしながら俺は持っていないマツマツの引きを見せるのかつまりさんかよしでマツはもう1個しかない出なかったら最悪なんだけどほんわパネカスカス勝負かいやいや負けじゃん負けですこいこいしこれは負けこれは負けだねそうカスこいこいしかないもんね4点はいこいこいではい出るよこしかないもんな近い参考の顔だったよじゃあ松は持ってないんだ松を引かれるとそういうことか唯一の松そうだね、これこれか、短冊短冊おっ持ってるかなびっくりしたマジでびっくりした松引いて参考の男ここだよ松引いて参考で勝ち俺はもうこれが正直松以外勝利ないんだ松以外そこら辺が出たので意味ない点そうだね参考で10点で20点で勝ち松引けばいやもう松引いたらやばいべ松引いたらやばいこれねこのこれねそう僕が立つわ唯一ないよね大丈夫よね松ないないないもう2個出てて最4枚しかないけどこれやばいうわーイエスあでもこれで最後にこれをどっちにしようかあと俺が点が別に多分勝負的にはそうだね。あ、でも何回ね。そうです。で勝負勝負ね。俺三四五点が二四六や五点24点。ああ24.0か。おお。いや最後引いて欲しかったな。いや引けないでしょ。じゃあ松出ないか。さすがに出ねえな松。打ちました？ずでしょ。え？えぇーえくチャンネル登録ボタンを押せ花札初日にして多いなった。いやだからこの花札やっていこう今後。面白い面白いめっちゃ覚えると面白いね。覚えるとめちゃくちゃ覚えるのそんな難しくないし。よくできてるわ。よくできてる。すげえすげえな。また会いましょう。はい。ありがとうございました。